副所長、おはようございます。おはようございます。あ、もう社長怒られたんですね。すいません、自分遅刻しちゃって。あれ、社長より後から出勤なんて、いいご身分だね。そんな感じじゃなかったじゃん、今まで。あ、なんかおしゃれまでして、なんかいいご身分だね、君ね。うんうん、あれ、なんかしかも私服で出社とはね。あ、すいません、すいません、あの、これから着替えるんで、可愛い服着ちゃって気にくらいよ、会社内では。可愛い服着ちゃって見て、仕事する気ある？白毛にガラスをクソほど置いてきてしまった気がする。ガラスが欲しいのかい、ポルカちゃん。なんか聞こえてくる。なんと私はガラスを持っていない。そうだそうだ。残念だったね、ポルカちゃん。私はガラスを持っていないよ。さあどうする。怖いな。どうした、なんか怖いことあった？そう、話聞こうか。大丈夫。どうした、何があったの？悲しいことあった？話聞く。怖い、この人が怖い。ポルカちゃん、マジそのまま行っちゃったのね。今日ポルカちゃんね、なんか何したいって聞いたらね、なんかフレアと一緒に遊べるなら何でもいいよみたいな感じで、ね、めっちゃ可愛いよね。ポルカには内緒だよ。